小池知事が築地市場から豊洲市場への移転時期の具体的な見通しについて初めて示しました。環境アセスメント審議のが不要であるという話になりましたならば、豊洲市場の安全を総合的な判断で確認をした上で、2017年の冬、もしくは2018年の春という見込みが、見通しが立つということでございます。実際の移転時期につきましては、業界団体の皆様方と調整をさせていただいて決定すると。小池知事によりますと、豊洲市場の安全性が確認され、環境評価のやり直しが必要ない場合、来年の冬から再来年の2018年春までの間に、豊洲市場への移転に向けた環境が整うという見通しを示しました。一方で、環境評価のやり直しが必要な場合はさらに遅れて、再来年の2018年冬から東京オリンピックの前の年の2019年春に、移転に向けた環境が整うという見通しを示しています。いずれの場合でも移転の時期は業界団体と調整の上で決めるとしています。また、今回示された日程によって築地の跡地を通り、オリンピックの競技会場がある臨海部と都心部を結ぶ環状2号線は、地下のトンネル開通が間に合わず、地上に新たな道路を建設する案が示されました。築地にがそのまま残るというような案も全くゼロというわけではないわけでございますけれども、理論的にはで、そういう中においてですね、そういう中において環状2号線というのは地下の掘って、そして地下で通していくという案については今日お示しした中では厳しいと、よって地上に道路を作るということをお伝えしたわけです。移転延期によって資金繰りに頭を抱えたまま年を越そうとする業者も多くいる中、小池知事は業者と直接会って状況を聞くことを検討していく考えを示しています。